なるほど。じゃあ行きましょう。はいはい、はい、こんばんは。こんばんは。ご無沙汰してます。いつもうちのかみさんが、ああでもないこうでもないとマキちゃんいじり倒して喋り倒してますが今日はですね、柴原は柴原でもおじさんの方が久々に参りました。久々の1回目で今日はやらせていただきます。美味しい水出しコーヒーと和紅茶に出会える喫茶店という方に、先日出会いまして、行ってみたらすげえ広い店でびっくりしたんですけど、そこのマスターで非常にこだわってコーヒーやってらっしゃる、カフェバロックの田中聡さんに今日はコーヒーのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、すごい格好ですよね。はい、ありがとうございます。そうですよね、清掃でございます。清掃ですもんね。いや、Facebook の写真もこれじゃないですか。そうです。ですよね。で、それ見た時にそれには勝てないんで普通の格好でこれ撮ってるんですよ。何のひねりもない普段着で参りました。やっぱりこういう場に来る以上気合い入れてこないといけないなと思いまして清掃できました。いや、何やってもこれだと隣にこれがいたら外しになっちゃうから私の方がと思いまして、普通の格好でやっております。で、コーヒーお店、まず自己紹介を簡単にしていただければと思います。はい、藤枝市の前島で喫茶店をやっているカフェバロックのオーナー田中と申します。前島といってもどこかなってピンとこない方もいらっしゃるかと思いますけれども、藤枝ビビの南向かいにやっております。よろしくお願いいたします。そうなんですよ、ビビの駐車場にこの前止めたんですよ。うん、そしたらね、これまあ後で言おうかなと思ったんだけど、まあ言っちゃうと、実はその日スマホ一個で行っちゃったの俺で、お話をね伺ってて軽く1時間を超えてですね、有料な金額になったんですけど、財布持ってなくてですね、おじさんにごめん金取ってくるから許してって言って、名前書いて届けに行ったら、わざわざ来なくていいんだよって言われて言ってくれたんだけど、さすがに一応大人なんでちゃんとお金払って、来ましたけど、まあお店でも喫茶店の駐車場ありますもんね。まあね、少ないんでね、うん、まあまあ、せいぜい3台しか止められないんで、ちょっと、まあ、ビビの方とか近隣の有料駐車場止めていただきたいというところでございます。非常にでもいい広いお店で、田中さん、そうそう、藤枝にねお店を始めたっていうのは、なんかあれがあったんですか。そうですね、私こっちに、まあ、転勤できましてですね、前働いてた会社 で、うんうん、でまあ、10年ぐらいこっちにいまして、で、まあ、この辺土地勘があったと。でそれで、まあ、この辺りでとりあえず人気があるというか、その、まあ、活力のあるところって言ったら藤枝なのかなと。確かに。でうちの家から家が大井川なんですけれども、一番近いのもやっぱり藤枝かなということで、そこに場所を決めました。あ、大井川なんですか。大井川です。あ、そうですか。具体的な場所はちょっと言っちゃまずいから言いませんけど、私もつい最近まで大井川で、お店やっておりました。全然すごい原稿を書いてきたのに知らないことしか喋ってないですけど全然違う。外してるのほとんど私ですみません。で、コーヒー屋さんを始めるっていうか、はい、すごいこだわってらっしゃったんですけど、はい、そのコーヒーを始めるきっかけみたいなものがあったんですか。そうですね、もうなくなっちゃった店なんですけど、皆さんご存知かと思いますけど、金谷町の、うん、牧之原公園のところにシャルマンという喫茶店がありました。なくなっちゃったの。ないですよ。でそこで初めて水出しコーヒー飲んだ時にあまりのうまさに感動しまして、で早速私こういうのを買って見ました。ちょっとですね、1個これ買ってみたんですね。で自分で作ってみたところどうもうまくできない。でまたシャルマン行って
どうやって作ったらいいんですかって言ったら非常に気前よく教えてくれたんです、でそれをベースに、私なりにいろいろ工夫してそして、まあ、この25年間いろいろ工夫して今の形になりました。で、まあ、あちこちで私もコーヒー飲んでるんですけど、高い割にはなんじゃこりゃっていうのが非常に多い。もう絶対許せねえ。結構攻めるな。俺が本当にうまいコーヒーを出すんだ、その気合で気持ちで店を開店しました。すごいですよね。でもめちゃめちゃ広いお店なんですよ。40坪でしたっけ。40坪ですね、はい、ですよね。広いですよね、このバックのこのあれがお店。そう、はい、この今バックに映ってるところがお店です。広いでしょ。で私には合ってるかどうか分かんないけど、こちらには合ってるでしょ。田中さんには合ってるでしょ。何でしょう。あの店のテイストが、こだわってテイストされてるんですよね。そうですね、ロココ調の、内装という形で作ってみました。ですよね。だから今日もその形ですね。そうですね、私がもともとバロック音楽が好きだということで、店名もバロックにしましたけれども、ロココ調にした理由としては、まあ、かつて宝塚に憧れたご婦人方、そしてその後ベルサイユのバラに憧れた女性方、そして今ゴスロリファッションに燃えてる若い女性方、そういった人たちが安心して来れる店ということで、そういうコンセプトで作っております。なるほど、うん、じゃあそういう方が多いんですか。結構来られます。で全体的にお客さんの比率も女性の方が多いです。固まりました。女性の方が多いですよね。多いです。ですよね。でもコーヒーなんですよね。コーヒーです。コーヒーも紅茶もあります。そうなんですよね。先にコーヒーの話をしようと思ったんですけど、女性が多いということで紅茶で先に言ってもいいですか。あ、はい、どうぞ。伺ったら和紅茶っていう紅茶をほとんどやってらして、いわゆるセイロンだとかダージリンだとかっていうんじゃなくて、高草山だとか川根とか書いてあったんですけど、はい、高草山とか、高草今ないです。もう製造停止になってるんでないんです。あないんだ。あ、何でしたっけ。マリコです。マリコです、はい。マリコとか、川根とか、はい、まあ、藤枝とか言っても近いじゃないですか。はい、全然違うもんですか。そうですね、茶葉もそもそも違いますし、いろんな茶葉で作ってますから、紅茶もですから、それぞれの特徴もあります。あと製造過程もいろいろ違ってきて、まあ、その10年といいますか、練ったりその乾燥させたりする時間も違ってきます。発酵の時間も違ってきます。その過程で味わいがやっぱり変わってきています。お茶っぽいですか。そう、あ、すいません、紅茶飲んだことないもんですから、コーヒーしか飲んでないもんですから、伺った時に確かにヤブキタ系で作った紅茶は緑茶に近い味がします。もちろん紅茶ですけれども、紅茶の種類もたくさんあります。当店では現在10種類の紅茶を扱っております。静岡県のものが8種類で、鹿児島県のものが2種類です。まあ、鹿児島を使っているのは神さんの出身が鹿児島だからということです。ね、鹿児島行きましたけど、めちゃめちゃ茶畑だらけだからね。そうですよね。そうですね。すげえでっかい伊藤園あったもん。たまたま、鹿児島空港から、宮崎に行くときですけど、その時に。でっかい伊藤園あるなって、あんまり変わらないな、うちの方とっていう景色でしたね。そうですか、紅茶すごく。でコーヒーなんですけど、はい、で戻りますね、コーヒーに。でせっかくなんでコーヒーの話をいっぱいしたいなと思っていて、はい、っていうのは、アイスコーヒーこの前いただいたんですけど、氷なしでお願いしますって言ったら、さも当然のようにコーヒーなしで出てきたじゃないですか。あれ言うと大体嫌な顔されるっていうのは私何回か経験してるんで、っていうような顔されたりすること多いんですよ。氷入れて完成だよみたいな顔されたりするんですけど、もう
いやいや、もともと冷えてますからって言って、すごいそれがまたいい香りで美味しかったんですけど、その辺の話をですね、ちゃちゃ入れませんので、はい、存分に話していただければと思いますね。まず水出しコーヒーですので、まあ、冷たい水、まあ、氷水でそもそも作ってます。もうそれで一滴一滴、まあ、先ほどの写真ですね。そう、これで一滴一滴抽出しております。でそれでこの出来上がるまでに、これ1個につき大体その3時間カップ4杯分で3時間かけて作っております。でその後どうするかというと、ペットボトルに入れて冷蔵庫で冷やして保管してます。それをお出しするので、アイスコーヒーはもう常時できてるわけです。氷を入れなくても冷たいんです。ですからグラス1杯 100% コーヒーという形でご提供しております。よそのコーヒー喫茶店だと氷がたくさん入ってて、あっという間にコーヒーがなくなってしまうというのが多いかと思いますけど、うちはそんなことありません。最初から最後まで薄くならずに味わっていただくっていうコンセプトでやっております。アイスコーヒーはそれでよろしいですか。はい、ちなみにホットでも飲めるんですかっていう方いらっしゃいますけども、当然これを温めればいいだけですのでいやいやいや、もともと水出しコーヒーってそうですよね。そう、本来そういうもんですよそう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 、そう、そういうことですので、温めて出しお出ししております。風味って随分変わります、ホットとアイスで。いや、アイスコーヒーがあんなに風味があるっていうのは初めてだったんで、ちょっと驚いたんですけど、注文の仕方をね、一回話しますと、どんなコーヒーがお好みですかって聞かれたんで、割と酸味があって、あんまりいわゆる深いローストがないやつがいいですっていうことだけ言ったら、分かりましたって言って、キリマンジャロですねって言って出てきて、で、ホットにしますかアイスにしますかって言われて、すごくびっくりしたんですよ、キリマンジャロって言われてアイスコーヒーなんか出てきたことはないのでなんでびっくりして、じゃあアイスでって言って頼んでみたら、なんで、キリマンジャロのアイスコーヒーをこの前はいただいて、飲みました。で大変香りも良くて、アイス、いわゆる煙、湯気とか出てないのにちゃんと香りも立ってて、すごい美味しかったんですけど、他のコーヒーのことは分からないので、いろいろ教えてください、はい。当店でもやっぱりどのコーヒーがいいんですか聞かれます、うん。まあ、これもね、千差万別、お客様によって好み違うから何とも言えませんけれども、まあ、そういったお客さんのためにですね、5種飲み比べセットというのがあります。 50cc ずつの飲み比べということで提供しております。それで、まあ、皆さん、自分がどれが好きなのか探していただきたいなと思っております。で当店扱っているコーヒーが現在11種類ありますので、その中から適当に5種類なので、気まぐれということで日によって内容が変わっております。ぜひお試しください。飲み比べセット650円になっておりますこれは飲みました。それ650円のやつは初めていた時に、今回の時じゃなくてその前に行って、飲んでみました。4杯目までだったね、分かったのは5杯目になったらね、もう分かんなくなっちゃったんであれ、さっきのが美味しかったような気もするし、これもうまいような気がするってなっちゃうんだよね3杯ぐらいでなんとか手を出してってちょっと思いました。でもすごい面白かったですよ。5杯こんな経験ないじゃないですか、5つの味のコーヒーをいっぺんにこうやって飲むってテイスティングするってことないんで、すごい面白いなと思いましたね。でお店に伺った時に、目の前にこれがあるんですよ、アイスコーヒーじゃねえや、はい、水出しコーヒーのがあって、それ以外にもいくつか立って並んでて、で豆ごとに変えているんじゃなくて、豆ごとに入れ方を変えているってわけじゃないんですよね。違いますね。それぞれまあ、なんて言いますかね、豆ごとに入れて、そう、どれでも対応してるって形ですか。いろんなのあります。そうですね。ですからうちは常時水出しコーヒーだけで10種類ぐらい作っております。なかなかね、水出しコーヒー
で、まあ、たまに他の喫茶店でも見かけるんですけれども、何種類も置いてあるっていう店はまず見たことないと思います。ないですね。まあ、それだけ私は水出しコーヒーに惚れてるということですけれども、はい。他のやつはどんな時に入れるんですか。はい、サイフォンとか。あ、はい、まあ、これお客様にもよりますけれども、水出しコーヒーって非常にまろやかに仕上がります。ところがそのまろやかなのがちょっと今一つ、もう少しパンチの効いたのが欲しいよというお客様もいらっしゃいますので、まあ、こちらあまり最近見なくなりましたけれども、サイフォン式ですね。サイフォン式の、コーヒー、あと、まあ、一般的によく見かけるペーパードリップ、それとさらにこれフレンチプレスと言いますけれども、あれ、これ紅茶を入れる道具じゃなかったっけ、思う方いらっしゃるかと思いますが、これもともとコーヒーを入れるための道具として開発されたものです。日本に持ってきた時に、まあ、我が国に輸入した時にコーヒーの道具として売ったんですけど売れなくて、じゃあ紅茶の道具として売ってみたらどうかって言ったら売れたんで、それで紅茶の道具だと皆さん認識しておりますけれども、コーヒーの道具です。そうなの、じゃあ同じもの、同じもの、紅茶のものと同じものと同じ、もともとこっちはコーヒー用だったんですね。でこれで入れると非常に、濃く、油分も出ますので、それが好きだっていうお客さんもいらっしゃいます。だからいろんな形でうちは対応するようにしております。いろんな、で好みを伝え方がわからないって方多いと思うんですよ、はい、苦いとか、うん、はい、甘いっていう名前長くしたけど、なんかあるじゃないですか、爽やかとかいろいろあると思うんですけど、どう言ったら伝わりますか。あ、一応一覧表という形でメニュー表に書いております。あ、でもそれは自分でピンとこないんだよね。そうだからこそ飲み比べセットでご注文いただきたいなというのと、あともう一つは同じ豆でも入れ方違うとどうなるんだろうということを経験したい、そういうお客様もいらっしゃいますので、うんうん、そういった時うちには飲み放題というコースもあります。飲み放題、コーヒー飲み放題、コーヒー紅茶飲み放題になっております、950円で飲み放題、今までの最高滞在時間11時間という方いらっしゃいます。時間制限ございません。すごい。飲んだ量の最高記録が紅茶で、2リッター近く飲まれた方いらっしゃいますね。いやですから私も大概のことでは驚きませんので、皆さんぜひやってみましょう。いや2リットルって、そうですよ。いいけどコーヒーって、はい、ちゃんとしたコーヒーってちゃんと利尿作用もあるし、紅茶もそうじゃないですか。そうです。だから何回もトイレ行かれました。で何回も行かれば、そうですか。やはり、あれ、どうですか。いやいや、どうぞ。普通のってあるんですか。あ、スパゲッティとかホットサンドを用意しております。じゃあ、はい、そういうのを挟みながら。はい、そうですね。2リッター、いけないよ。ビールなら飲むかな。ビールならマキちゃん、そんな11時間もいないよね。2リットルだったらね、1個1時間だね。そうですね。そうですよね。でも私ちょっと飲み放題行きたいです。そうですね、はい、私も学生時代まあ喫茶店でのんびりしたいなと思って行くんですけれども、コーヒー一杯じゃ粘れないわけです、うんうん、だからこそ皆さんゆっくりしてくださいよという意味で飲み放題というメニューを考えます。すごいな。ここにいるメガネをかけた3人のおじさんたちはですね、多分若い頃は喫茶店一杯で2時間でしたよね。そうだね、長くてね。2時間いるとマスターが来て、うん、そろそろって言われましたよね、っていうのを経験があると今の話はすごく驚きですよね。ああ、そうですね。スカイラークね。おかわりどうですか。スカイラークね。まあ、あのレベルのコーヒーと一緒にされたくはないけど。スカイラークと一緒にするなってことですね。煮詰まったコーヒーわざと入れてんじゃないかってやつですね。そうね。いやでもすごいな。そうなんですよ。でお店の
が40平米もあって、このバロックの格好をしている田中さんですから、はい、いろいろ使いたいわけですよ、その場所で。で今週末もうあるんでしたっけ、今週末なんかありましたよね。そうですね、とりあえず今週末ですけれども、アクセサリー加工勉強会、作品急に買ったぞ作品展、そういうのがあります、ね、ちょっと近づけますわ、はい、どうぞ、はい、アクセサリー加工勉強会、生徒作品展、生徒さん、そうですね、まあ私じゃないんですけども、こちらで場所借りたいよという方いらっしゃって、でそれで、まあ、展示販売もするんじゃないかと思いますけれども、そういう会があります。この時は貸し切りですか。あ、この時は一応貸し切りではあるんですけれども、一般の方もご来店することはできます。で普通にコーヒー飲んだりできるってことですか。そうですね。ああ、そうですか、はい、先日伺った時に占いとかやってらっしゃいましたね。はい、占いも、あちらも、ご予約いただいて、見に来ていただければなと思います。まあ、そのお問い合わせは受けたまわりますので、当店にお電話ください。あとそれこそ、コンサートかなんかをやってらっしゃる、はい、そうですね、今はっきり分かっているコンサートが12月18日土曜日に、クラシックのコンサートで、その翌日19日こちらオカリナのコンサートになっております。それと来年1月23日バロック音楽の、古楽器によるコンサートをやっており予定しております。お早めにご予約ください。あれやっぱりあれですか、バロックとか、はい、クラシックとか、はい、まあ、オカリナとか、はい、いう、いわゆるそういう音楽。あ、そうとは限りません。じゃなくても、今までやつテレビ的な今までやった中では、例えばジャズのコンサートもやってますし、まあ、薩摩琵琶、それと、タヒチアンダンスのライブショーとか、そういうこともいろいろやっておりますので、まあ、ぜひお問い合わせください。ジャンルは問いません。ギターの弾き語りで、行っても OK。ギターの、まあ、それも実は第2月曜日、毎月第2月曜日にギターのコンサートやっております。これは夕方ですけれども。そうですか。それ以外にも自分もぜひやりたいという方いらっしゃったら、どんどんお声かけください。結構人入りますもんね。はい、ですよね。当店一応30席ということになっておりますので、30席って随分、今っぽい配置で座れますよね。そうですね。あの広さから考えると、もうよくあるキツキツっていうほどではないですよね。やはりそれなりのゆとりがあって、いい感じで演奏会できるかなと思っております。そうですよね。ぜひぜひ、放題に食いついております。放題食いつくよね。コーヒーも食いついたけど、ちょっと飲み放題は。飲み放題何飲むよ。とりあえず一種類ずつ全部。いやいやいや、それお試しでいいんじゃないの。でもお試しだと5種類なんですよね。あ、5種類です。5種類以上飲みたければやっぱ飲み放題。おお。はい、そうです。はい、コーヒーまず全種類、紅茶はちょっと1種類以外は全部ということになってます。紅茶となると飲み放題対象は9種類かな。すごいよな。例えば同じ豆のコーヒーを、水出し、サイフォン、さっきのフレンチの、紅茶っぽいやつ、なんだか名前わかんないですけど、フレンチプレスですね。みたいな感じで試してみるっていうのも、そういう方もいらっしゃいます。一興ですよね。面白いな。それだったらやってみたいな。あ、ちなみにそういうコースですけれども、藤枝町ゼミというのが来週月火水、再来週の月火水で行うことになっております。コーヒーの入れ方と味わいの違いという講座でございます。現在もかなり席は埋まっておりますので、ご予約お早めにお願いいたします。町ゼミ藤枝、今月からですか。あ、今月からです。はい。
いいっすね。今月から町ゼミですって。焼津あるんすか。焼津どうなんでしょう。今のところ聞いてないです、ね、あ、そうですか。さすが藤枝だね。早いね、やることがね。そうですね。隣の芝が青い。隣の芝を埋めちゃうね。そうですよ。そうかそうか。芝の字が違うけど。ですね。いやいや、でもこういうね、コーヒーの話をね、うん、ぜひね、ヤジテレビに時々来ていただいてね。あ、そうですね。していただけますでしょうか。はい。まあ美味しい話ですね。次は MC が誰になってるか分かりませんけど。はい。いろんな方、いろんな方に呼ばれると思います。はい。そう、入っていましたねっていう話ですから。先週のキリマンジャロだったね。ああ、そうでしたね。先週はジャマイカ人の方がキリマンジャロ。おお、面白い。あ、違うわ、ブルマウンテン。ブルマンだっけ。あ、ジャマイカはブルマウンテンですよ。私もうっかりフォーって言っちゃった。ごめんなさい、間違えた。山だと思ったもんです。山の名前を言っちゃった。すいませんでした。あ、そうですか。面白いですよね、でもね。そうですね。そろそろお時間ですか、もしかして。そうですね。ですよね。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日しかも営業中です。今いや、会社を仕事をサボってきました。営業中でコーヒー入れていただけるマスターがここにいるって言ったらどういうこっちゃって感じですか。お店何時までなんですか。基本的には10時から、20時までやっております。木曜日が定休日になっております。はい。今日は無理やり、来ていただきました、カフェバロックの田中聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。で、次はですね、長いんすよ、長いんすよ、兄貴。お久しぶりです。読みます。いえ、読みます。全部、19時から19時25分は、お祭り気分でアイエットン第2章、14回目、荒祭り座談会。今宵は一人で祭りを語る。懐かしの昭和60年大祭、かまぼこ屋根の旧焼津港お旅所でいいですよね。お旅所で神輿との攻防戦がありました。ぜひ5分後よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。